あら、あら、おはようございます。スーパーロコチャンネルのちです。あ、ちちです。今日はですね、まあご覧の通り七色ダムに来ております。はい、ここはユッキーのホームグラウンドでもある。そうです、そうです。ユッキーもホームグラウンドやね。そうですね。僕、ミセタニと七色両方やらせてもらってるんですけど、まあ、ミセタニは今年あんまり行けてないっていうことで、ちょっと今日は七色の方に来ております。七色チャプター何年出てるんかな。僕そうです、5年、前線出てるの5年ぐらいですかね。はあ、ちなみにですけど5年、はい、大体の順位を教えてもらいます。おっと、そうきましたか。最初は多分ボロボロで、もう年間20何位とか、はいはい、それぐらいだったと思うんですけど、やっぱ一発目はあかん。そう、ダメですね。やっぱ冬にやられますね。あ、でそっから次の年もそんな良くなくて、でその次の年、はい、3年前ですね、はい、に、まあ、年間2位に、あ、一気に、はあ、一気に上がりまして。あ、すごい。はあ、で去年も2位あれ、また2位。はい、あ、なんか、またそうですね、マッサンとも1回バトルした。やりましたね。それがそうです、1年前かな、2年前ですね。初めてその優勝争い。そうですそうですね。そうしたらもうマッサンがもう何食わぬ顔で優勝も、そう、アウェーのくせにをちゃっかり優勝持ってきましたね。じゃあ、まあ、今最近平均的には2位でとどまってる感じ。そうですね。で、あ、今年も2位で。え、2位3回 ?3回なんですよ。3年連続2位で。もう悔しいですね。2022年はもう今度こそ4度目の正直でちょっと1位を。もちろん優勝したくて来てるやん。あ、そうです、そうです、はい、だって家は名古屋、ね、そうですね。ちょっと愛知県の方に住んでるんで、ちょっと今日はじゃあ、はい、エピソードシリーズで一日実況ですね、はい、そうですね、よろしくお願いします。今日はね、悲しいお知らせが。はい、何ですか。みんなここ撮影やめといた方がいいって言って。やっぱそうですよね。全然釣れてないって。だいぶ釣れてなくて、昨日あの社長に聞いたら、最近50アップ出てないよって。みんな1本とかしか釣れてないよ。七色モンスターってどこ行った。そう、ちょっと厳しい状態ではあるんですけど、はい、ちょっとなんとかいい魚を見せれたらいいかなと思います。はい、じゃあちょっとすみません、今日お昼までと午後からと、はい、まあ、2本撮り、はい、午前の戦略は、午前の戦略ですが、1位らしいやつね。はい、あ、らしいやつですか、うん、日が上がるまではちょっと、深いところの魚を狙いつつ、岩盤際とかフィーディングで上がってる魚を、まあ、ホバストとかで、はい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 、ちょっとチェックしてみようかなと思います。なるほど。じゃあディープも触るし、そうですね、サローも探る。はい、まあとりあえず様子見っていう感じで。全くじゃあ定まらないですね。さあそうですね、まだわからない状態で。ちなみに川筋的にはどっち行きます？とりあえず近場の西の川から。西の川、はい、ああ近くね。あ、そうですね、まあ今の向こうですね、はい、Tゾーンさんで、出てるんですけど、そう、まあ、すぐ目の先。そうだ、撮影といえばいつも603さんから行って。そうですよね、はい、Tゾーンさん、Tゾーンさんから初めてですもんね。そうですよね、面白い社長ですからね。はい、名物社長がおるんで、はい、そうですね。じゃあとりあえず行きます、ね、はい、じゃあよろしくお願いします。
吉野川ですね。入り口まで来た。はい。こんなとこでね。はい。ちょっと今映っちゃったんで。ライブスコープに。はい。え？ちょっとめちゃくちゃ大きいやでなこれ。めっちゃ大きいですね。でもいますねこれ。橋脚よりもだいぶ狭い。完全ミスキャストやと思う。食わんかったっすね。あ、その反応がなかった。反応はありました。ブワーって来たんですけど、まあ、ここ映ってる2匹ですね。新しい撮り方するな。それ何ルアー何に？これGクラックのステルス5ってやつに、ジグヘッドつけて、これ 1.8g のジグヘッドですねに、ジャッカルの DB ユーマ。これは何？その沖とかに魚がおった時に、はい、これでサーチするってこと？そうですね。もうヘラかバスか分からん時ってあるじゃないですか。はい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 、魚の魚種これを通すとバスだったら、まあ、大体反応してくれる。でヘラとかはもう本当近く通しても反応しないんで、鯉はすぐ逃げる感じです。ブルンって魚種判明するのと、そうですね、あわよくば釣り上げる。今のはバスやったと。今バスでしたね。すごいな、なんか利点が切るやん。ちょっと分かんないんでバスかどうかまだ。これはもう定番の橋脚。定番ですね。定番のとこですね。これもアラバマって呼ばれるの？そうですね、一般的にブレードアラバマってみんな呼んでますね。ブレードアラバマかワンフックアラバマとかって言ってますね。そうですね。なんか西野川のここの入り口って結構魚影濃いってイメージだね。濃いですね。やっぱなんだかんだここですね。なんかね、でも水面見てたらね、はい、これ満水じゃない？フル満水ですね。もうこれ、どこでした？珍しいよね。そうですね、もうド満水ですね。もうこれ以上多分増えないんじゃないですかね。ヒュッキーはド満水が一番いいって言ってたんよ。あ、本当ですか。でもド満水の日に来たら投げられへんから。どっちやで。やって。ヒュッキーのジャッカル好きなんよね。あ、そうなんですよ。僕はい、ジャッカルサポートしていただいております。そうですよね。そうなんです。冒頭説明がなかった。あ、そうですね。ジャッカルと、グレイズ、グレイズとティゾンさんに、ちょっとサポートいただいて活動しております。なるほど。じゃあルアーは、はい、ジャッカルとグレイズが使える。そうですね。グレイズさん、まあ、昨日も使ったんですけど、これはユニコーンテールとか、あ、すげえいいっすよ。基本グレイズと、ジャッカルのルアー使ってバス釣ってます。グレイズは知ってたけど、ジャッカルっていつからそのサポートするんだっけ？今年からですね。あ、じゃあ1年目ってこと？そうです、新人です。でも一通りルアーはもう使ってきてるんだよね。そうですね。ね、大体のルアーは、あと新製品とかはもう結構使って、まあ釣れるんですよ。それみたい。まあ釣れるんです。もうずっとライブスコープでシューティングしていく感じ。そうですね。この辺すごい魚影多いんで、やっぱ他のところは かけても全然魚見えないんですけど、ここだけすごい多いですね。
そうですね、みんな大好きの立ち木ですね、これ。そうですね。ちょっと違うのでやってみます。ダイラッカーダイラッカーはちょっと今リグってないんで、ちょっと違う、ちょっとフィネスのやつで。ここはでも通年通してこのレイダーについてるね。そうですね。で、配信魚も相当投げられてる慣れてると思いますよ。ポイ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 投げられて、はあ、名所といえば名所やね。そうですね。本当今真上ぐらいなんで、これぞシューティングですね。ポイ。本当真下ですね。真下でも18メーターあるんでだいぶ。あれはもうダイブスコープで打ってきて、はい、お、食いましたね。うわっ、わかる。おー、取れた。いや、これちょっとでかくない？もうでかいかもしれないですね。でかいよ、でかい。よいしょ。あ、引っかかってるのか。そうですね。おうおうおう、よいしょ。あ、はあ、切れた。切れた。そうですね。でかかったよね、今。でかかったですね。え、何やってんの。お、一発目やっちゃいましたねいや、でもなんかセオリー通りやったけど、はい、あんまりそんなでかいの来ると思ってなかった思ってなかったです、正直そのシナリがおかしい。そうですね、正直かけた瞬間にやばいと思いましたね。もうちょっと30そこらでえ、ちいち今の6あったやろ。いや、6かもしれんすね。まあでも50から60の間。そうですね、まあまあそれぐらいありましたね何やってんだマジか。え、今の PE やったの。そうですね、 PE にあのリーダー10ポンドつけたんですけど、それで切れたんや。そうですね、PE側で切れたもんね今。あ、いや、今10ポンド側で切れましたね。はい、あ、今日朝あの組み替えて8から10にしたんですけどね。あ、しかもじゃあそんなラインに傷もなく。もうないですね。ついさっきやったばっかなんでマジっすか。じゃあ次12やな。次もう16っすこれも PE ライン16。そうですね、これで切れたらもう、いや、これ切れたことないですね。マジか、切れたか。いや、でもなんかストーリーは完璧やね。そうっすね。大体ね、撮影の時はあんまりみんな釣ってくれない。あ、これ違います。今スモラバやね。はい、やっぱヤミーの猫がいいらしいです。ヤミーってジャッカルだよね。はい、そうですね。じゃあちょっとリグリ直しですね。そうですね、ちょっとリグリ直します。リグリ直しました。はい、リグリ直しました。それルアー何やったっけ。これヤミーですね。ヤミーに、まあ、ジャッカルのネイル進化 1.3g。 あ、 1.3 結構重たいんやね。そうですね、これでちょっとパワーフィネス気味に吊るしながら落としてってっていう。その PE とリーダーの結び方って FG ノット。はい、そうです、 FG で。結構みんなに聞かれるのに FG ノットって難しいよね。そうですね、僕はあの市販店のあの FG を組むやつあるじゃないですか、このこういう形になってるやつ、はいはいはい、あれ使ってます。 FG ノットね。あ、FG ノットの。そうですね、こいつがその
FG ノットを組むやつなんですけど。なんていうやつなんですか。じゃあ名前わかんないです。あ、多分あのどこの量販店であればどこでも売ってるんですけど。海釣りコーナーとか。ああ、海釣りとかでもあるんですかね。まあ多分ラインとか売ってるところに置いてあると思うんですけど、こいつすごい便利で、ここにラインかけて、はい、でパチって止まるんで、はいはいはい、でそう止めて、でこっちにあのリーダーの方を通して、はい、でこう十字になるようにしてそのまま組んでもらうって、でずっとここを張ってる状態なんで、すごい組みやすいですね。こうやってやるだけです。なんかすごい手パーチで、そうですね。あやとりみたいな線でいいんや。そう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 なんですよ。なんでもで、あとはもうこう説明書ついてるんで、もうそれ通りにやれば誰でも簡単にできます。ちなみにおいくらぐらいなの？これ3000円ぐらいだったと思いますよ、ね。でもその苦労考えて安いな。安いっす、全然。消耗しないしね。そうそう、絶対多分一生使います。もうこれずっと愛用してますね。なるほど。そう、ちっちゃくなるし。これは勉強になります、ね。はい、あ。ちょっと商品名はテロップ入れてください。そうです。お願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。水深で保つ。ちょっとずつ落としていきながら、そうですね。まあ、カーブボールみたいな感じ。はい。で、まあ、な、水中にある立ち木に引っ掛けて、そこから徐々に、多分垂直で、そうですね。そしたら途中でグッて入りますね。フィネスとジャッカルとどのサーブ使ってるの？これ軽めの闇使うときはこの 65L っていうやつ、はい、使ってて。そんなに柔らかないもんね。あ、硬くないもんね。そうですね、これはそんなに硬くないです。あのラッシャワーとか、あの水面ドクオーク系のルアーを使うときに、よく使うロッドなんですけど、これパワーフィネスでも全然いけますね。もうガチのパワーフィネスの時はもう 68MH プラスっていうガッチガチなやつあるんで、スルス感じるやつ。はい、例えば、はい、JB 七色の時に、はい、七色に来てたよね。ああ、バレました。そうっす、ジャッカルのポスト、はい、小野社長と同棲させてもらいました。え、それは何、練習ってことで。そうですね、練習ですね。練習で2日間乗せてもらって。それって小野社長からリクエストあったの？そうですね、一応話をあの電話で、あの、あ、電話で、電話でメールでか、で空いてるっていう話来て、はいはいはい、いやそんな僕、そんな憧れの小野さんと一緒に釣りできるなんて思ってないんで、それはもう予定開けて一緒に
乗せてもらいましたね。もうガチガチでしたね。小野社長は、はい、JB に出る練習に来てて、はい、で父誘ってくれたってこと。はい、そうですね。すごいな。会ったことはあったの？ないっす、ないっす。もう初めてなんですよ。モニター越しそうそう緊張する。そうなんですよ。でもめっちゃ小野さん喋りやすく、あの声かけてくれて。ちなみに小野さんって、はい、チーチーのことなんて呼ぶの？チー君。あ、チー君。そうですね。で、小野さんのことは社長って呼ぶの？小野さんって言わせていただきました。そうなんだよ、はい。そんな最初なんて言おうかなと思ったんですけど、社長っていうのもなんか距離を置いてる感じあるんで。すごく感じる。はい、あ。小野さんの船に乗せてもらったから。はい、あ、そうですね。小野さんってそのこういう7色来るやつどんな船で来るの？大きいの？7色はイーグル乗ってましたね。はい、あ、1号あ、そうですね。あの60馬力の、を新艇で。ジャッカルラッピングは？あ、ラッピングしてなかったですね。多分本当新艇だったと思います。この七色線で、あの使うために。やっぱ違った？いや、違いますね。ベテランの域やもんね。いや、もうベテランっすね。そのもう質問攻めしましたね。ちょっと、はい、ちょっと練習中申し訳なかったですけど、ちょっといろいろ聞きましたね。そう、でもプラで来てたら結構緊迫感みたいなのはなかった？いやー、ありましたね。最初ちょっと、まあエレキ踏んでいいよって言われて、ちょっとディープでエレキ踏んでたんですけど、あまりにも緊張してて、うん、エンジンのペラにめっちゃ引っ掛けて、うわ、はっさーっつって、すいません。この本って長い色ってそんな来ないよね。そうなんですよ。全然、多分大会の時だけじゃないですかね。普段はどこで釣りしてる人なの？普段は、あ、特にホームはないと思います。オールマイティなんて多分琵琶湖も行くし。そうですね。ただやっぱ馬桜とかのイメージが強いんで、あの霞水系強いイメージはありますね。ああ、そっかそっかそっか。日本全国やもんね。そうですね。ちなみにやけど、はい、小野社長以外で、はい、ジャッカルのまあ、コアの人たちとお会いしたことあるの？はい、会ったことはあります。釣りはないですね。あの誰に会ったことある？マーモとか。ああ、マーモ。マーモくんは7色来るもんね。マーモはそうですね。また一緒に釣り行きましょうって言ってましたね。声すごい。声めっちゃ低いトーン、かっこいいですね。かっこいい声ですね。はあ、え、じゃあ、え、畑さんとか。畑さんはね、会ったことないんすよ。ないんや。ないんすよ。意外とそういうなんかコミュニケーションする場ってあんまないんや。そうなんですよね。今、まあコロナっていうのもあると思うんですけど、 あんまりこう、あの、僕から行くのもどうなのかなっていう、あのジャッカル、はい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 、本社に行くのもどうかな。滋賀。そうですね、滋賀。あと、トップ50の西川さん。はははは。え、何だったん？あ、それもあの前回来た時にスロープが一緒で。あ、そうですね。イケメンでしたね。マジで。はい、あ。でもジャッカルメンバーってそのサポートスタッフって関西ってあんまいないよね。関西あんまいないですよね。おるんかな、琵琶湖とか行ったらおるんかな。なんかリザーブではあんま聞かないよね。そうですね、琵琶湖はいますね。あ、関西とか、あの旧吉とか鮫浦でやってる人はいるんですけど、四国は関西いないですよね、確かに。
ジャッカルズとめっちゃ大きいメーカーやもんね。そうですね、だいぶ大きいですね。さんに乗せてもらってやっぱりそのスキルアップはできた。できましたね。やっぱ考え方がベテランはもうすごいですね。あ、そっから違う。はい、あ。やっぱ自分がこう考えてることと、まあ、答え合わせじゃないですけど、自分はこう考えてるけど小野さんはどうなのかなとかとかあって聞いたりしてたんですけど。戦略とか。そうですね。あ、トップ50のプラって結構やっぱ戦略もそうですし、やっぱ誰がどこどこで釣りしてるとかも多分みんなすでに把握してる感じでやってましたね。逆に NBC チャプターとかそこまで気にせん。あ、もう全然ゆるゆるっすね。我が道を行く感じ。我が道を行く感じ。そんな感じですね。やっぱプラだけど、1週間前ぐらいのプラだけど、やっぱピリピリ感はありましたもんね。そうなんや。はい、あ。それはお互いにってこと。お互いにですね。その時って何人ぐらい出てたん JB？ 59人だったかな。59人ってもうそうそうたるメンバーの59人。そうですね。もうみんな名前知ってるような。人たちばっかり。パーって浮いてた。パーって浮いてましたね。ああもう遠くからでも、ああの人やあの人やってすぐ分かるぐらい。そうそう。あ、そんな大舞台やったんや。そうですね。なんせ僕そのフラの時かな、きなり行った時、はあ、すげえ人いっぱいいてたもん。そうなんですよ。でやっぱこう服着てないとあんま分かんないもんなんですよね。やっぱ帽子とか服でやっぱイメージってだいぶ変わるんですね。変更かけてるかけてる、ね、大きいですね。ところでなんですけど、はい、そろそろなんとかないの。いや、チェイスないんですよ、これが。本当？そうなんですよ。やっぱそういうことなんでしょうね。なるほど。浅いとこまだダメなんでしょうね。ちょっと日が上がってこないと。あ、じじ、移動ですか。あ、移動す。ちょっと今から大俣の方。大俣まで。はい。結構遠いんじゃない。結構遠いですね。やったな。まあまあこれが一番安全ですね。あ、間違いない。あの膝痛いですよ。じゃあ大俣ですね。はい、はい、行きましょう。はい。ここはそうですね、デッドスローでちょっと行きます。今日は全員にデッドスロー。デッドスローですね。ぜひ。川幅が狭いもんね。狭いですね。やっぱ魚見えてみんなサイトをやったりするんで、できるだけあの引き波立たないように。そうですね。でもたまに滑走するのいますね。あの FRP でバーって来るともう本当に2馬力で、多分もうこんなの、あれ怖いよね。これは本当怖いと思います。はあ、まあ、大股も細いもんね。細いですね。小さいから上はもう怖くて。大股ですね。中流っていうの。中流ですね。上流入り口。上流入り口ですね。そんなとこです。寒かったそれ。なんか途中から雪なんじゃないかって思うぐらい寒かったぜ。そう、やば。いやいや、ちょっとちょっと そうなんですよ。
それは日が生えてるからね。そうですね。お、飛んできた。ゴージャスですよね。ゴミが引っかかって。いますよね。フラット。そうなんですよね。あ、雪がしない。お、今絶対引っ張りましたね。ちょっと来ちゃう。うっそー、うっそー、だいぶ落とし込んでったの。そうですよね、今抜けちゃったね。はあ、絶対引っ張ったんだけどな。なんだろう。 なんかあれはバスじゃないですか。どこまでついてくんね。違うので、なんか多分めっちゃちっちゃいですね。ついてきてたやつ、はい、またそんなにして、また切られるやつ。明日っすね。うわ、あ。今、あ、うん、うん。いやいや、今なんか。いや、完全に上取りしてたけど。そうっすね。何もなかったから。ないっす。たぶん。ここにべったりなんですか。べったりしたね。ちょっと。
ボロボロにされちゃいましたね。3回目です。くーくそー、もうキャプターとパオを押す。間違いなくもう水面叩いてますよね。バチッ。